ありがとうございます。最初ね、全部練習重ねられたんでしょうね。そうですね、怪我をしてしまったので直前はなかなかうまく練習ができなかったんですけれども、それまでに当たる過程で、たくさん練習は積んでこれたなというふうには思っています。あ、そうですよね。でもそういう怪我をした後の練習はまた非常に気を使っての練習だから、はい、学ぶこともとても多く、練習ができない期間も、学べることがたくさんあったので、ある意味ではいいきっかけになったかなというふうには思っております。そう、練習できないとき学ぶってどういうことだったんですか？解剖学だとか、あとはその自分の体の動かし方だとか、いろいろとその知識という面でつけなくてはなというふうに思っておりました。あ、そうですか。じゃあそういう意味での非常に進歩があったわけですね、その間に、ね、そうですね。やっぱり普段練習しているとどうしても見落としがちなこともあったと思うので、いい機会だったと思います。あ、そうだね。でもなかなか大変でしょう、本当にね。大変でしたけど、また頑張ります。いい成果を上げてね、本当におめでとう。ありがとうございます。社会推薦以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうですか。もうお怪我の後はいかが？まだあと1ヶ月程度、リハビリの期間ということで、医者からは止められてはいるんですけれども、ある程度滑るようにはなって、まあ、足首の方も今のところやっているものでは痛みなく滑れています。立派でしたね。仙台でのパレードも素敵でした。ありがとうございます。皆さんあんなに喜ばれて。そうですね、やはりこういう時にスケートやってきてよかったなって思いますし、また今回のパレードで復興支援の方にもお金を回すことができたので、本当に皆さんのおかげだなというふうに思っております。ずっと寄り添ってくださって、本当にとてもない。お大事に、お金を大事にね、これからも、はい、本当に見事に待ってくださいます、はい、ありがとうございます。緊張しました。ただ本当に両陛下含め、皇族の方々から本当に温かいお言葉をいただきましたし、これからまた現役を続けていくにあたって、また、復興支援の活動だとかそういうことをするにあたって非常に大きな力になりました。スーツにはこだわりはあるんですか？こだわりはそうですね、なるべく細身のものを、自分のラインがしっかり見えるものとは思っています。眞子さまは佳子さまと一緒に手を握りながら応援されていたということも、お話ししてくださいましたし、また自分の演技が終わった瞬間に本当に、達成感というか同じような、嬉しさだったりそういうものを感じていらっしゃったということをお話ししていただきました。